学生の皆さん、こんにちは。これから株式会社シティコミュニケーションズが運営している5つの事業部の業務内容を紹介していきます。入社1年目の新入社員が行う業務内容をまとめてみましたので、その場所で働く姿を想像しながら見てみてください。それではスタートです。まず最初にご紹介するのはネットカフェ事業部です。まるでホテルのような落ち着いた空間に最先端のエンターテインメントを詰め込んだインターネットカフェダイス。そこで働く新入社員の仕事を覗いてみましょう。綺麗で気持ちのいい空間をお客様にご提供するためには、隅々まで徹底した清掃が必要不可欠です。お客様が使用するブランケットの洗濯やコミックの整理、パソコンの修理も自分たちで行います。店舗で行うキャンペーンやイベントの立案も新入社員のうちから携わることができます。お客様が快適に過ごされるために、私たちは日々このような仕事をしています。続いて、将来的には設定配分を決めたり、何億ものお金を任されたりするパーラー事業部です。清潔感のある店内と明るく愛想のいい接客でお客様をお出迎えしています。出勤したらまずは前日からの引き継ぎを確認。店内を彩る装飾物は自分たちで作ることも。お客様が利用しやすいように店舗周りの整備も行います。朝礼後はホールに出て空き台の清掃、お客様の動きを注意しながらホールを巡回します。パチンコ台から出た玉をお客様の後ろに積むお店もありますが、カードで出玉を管理する店舗も増えていて、スタッフの体への負担も軽減しています。遊戯中のお客様から飲食物やタバコを持ってきてほしいと頼まれることも。遊戯が終了したお客様のメダルを数えます。時にはこんなにたくさん羨ましいななんて思いながら。こちらは景品カウンター、玉とメダルを景品に交換する場所です。お客様に最高な余暇を。私たちは日々このような仕事をしています。続いてはクールジャパン事業部です。サウナ、カプセル、ビジネスホテルを展開しているビジネスインニューシティ。忍者やアニメなどのコンセプトルームは外国人に大人気。そんなニューシティではどのような仕事をしているのでしょうか。ご来店されたお客様をお出迎えするフロント業務、時にはお客様をお部屋までご案内することもあります。イベントの企画や宿泊プランの考案も積極的に提案していきます。ホテルの顔となるフロントはこまめに清掃。今日一日がどのような営業だったかを次の時間帯に引き継ぎます。忙しい業務の合間にほっと一息、仲間とのコミュニケーションがチーム力を高めます。お客様の第二の家になるように、私たちは日々このような仕事をしています。同じくクールジャパン事業部からもう一つのブランドをご紹介します。コスプレをしたスタッフたちがアニメの世界観を作り出し、朝まで歌って騒げるアニソンカフェスターズです。早速仕事内容を見ていきましょう。この日は和装デーというイベントに合わせたコスプレ衣装を着ています。お客様に喜んでもらえるようなイベントを自分たちで企画し、店頭の告知ボードや SNS を使って情報発信していきます。朝礼でみんなの士気を高めたら営業開始です。そして何といっても大事なのが、お客様が歌っているステージを全力で盛り上げること。周りのお客様も巻き込んで、みんなでアニソンを楽しむ空間を作り出します。ご来店されたお客様へのドリンク提供、自分たちで考えたオリジナルカクテルを作ることもあります。表舞台の裏ではアルバイトのシフト管理やドリンクの発注といった仕事もあります。スターズをサブカルチャーの聖地にする、私たちは日々このような仕事をしています。続いてはスパ事業部です。ラグジュアリートラベルガイド2017年において世界一の称号を手にしたスパダマイ。お客様に感動の体験を提供する、その最先端ではどのような仕事が行われているのでしょうか。ご来店されたお客様の受付、ご新規様へは店内のご案内も行います。お客様に快適な環境をご提供するための清掃業務も欠かせません。トリートメントルームのセッティングも自分たちで行います。トリートメントを受けるお客様へはカウンセリングも行います。
それぞれのお悩みに合わせたコースをご提案させていただきます。お客様とのカウンセリングによって決まったトリートメントを心を込めて行います。中には3時間のトリートメントをご希望されるお客様もいらっしゃいます。トリートメントを終えたら当日のお体の結果をお伝えし、今後のスケジュールを確認、お客様のご予定に合わせて悩みを解決する方法を話し合います。すべての瞬間に期待以上の感動をお伝えすることが私たちの使命です。悩みを解決することでお客様の笑顔、私たちは日々このような仕事をしています。最後はおもてなし事業部です。オリジナルのフレンチレストランルファボリの業務内容をご案内します。レストランの仕事内容は一体どのようなものなのでしょうか。シティのおもてなし事業部は1年目から店舗経営に携わります。企画提案、広告宣伝も新卒社員の通常業務です。新人スタッフの教育や研修も新入社員の仕事の一つです。清掃業務は細かいところまでしっかりと意識を向けて行います。レストランにとって大切な食材やドリンクの発注業務はもちろん、ワインの管理にも1年目から携わることができます。お客様からお店でプロポーズをしたいというご相談も多くあります。店舗に関わる全てのことに携わるからこそ、当然接客にも力が入ります。料理やドリンクの説明は分かりやすく丁寧かつスマートに、お客様に特別な時間を過ごしていただくために私たちはどのようなおもてなしができるのか。飲食業に携わるプロとして答えのない環境でお客様の笑顔を作り出す。私たちは日々このような仕事をしています。